このまま行くよね。このまま行くよね。途中でやめますって言わんと。それでは川澄上愚者宮の皆様によります箏曲を演奏していただきます。しばらくの間優雅な演奏に耳をお傾けください。梅香る日に平安の雅をよみがえらせん。曲水の湯は毎年弥生三月王朝の夢も新たに豪華絢爛平安の昔そのままの風俗にて催されておりますが、川澄歌集氏が作曲をなさいました曲「王朝の夢」「曲水序曲」「梅日和」などを演奏していただいております。ハンカチや。いや。でも風邪ひくよ。何それ。聞こえよ。いやちょっとカンパさんみたいな。落ちるよ。取り行います。神官一個によりまして上流川上より新春継いだ政治の杯や朱塗りの杯が小板の上に乗せられて約2分ごとに流され始めます。この間に参演者の皆様方は和歌をしたためまして順次流れの杯を取り、これを拝演し、その飲み干した杯の上にしたためました和歌の短冊を載せまして、童子を呼び寄せ、老栄者のもとへと持っていかせます。この曲水の縁、水の流れが緩やかなため、白鳥の方々が常蓄を手にいたしまして、杯を溝の流れに乗せるために移動させます。ここで報道関係者の皆様方にお願いがございます。神事再行中でございますので直水の溝をまたがないようにお願いを申し上げます。直水の溝は絶対にまたがないようにお願いを申し上げます。報道関係者の皆様方は杯が1、2、3と流れ